国を挙げて、国を挙げて、国を挙げて、
ボルティモア学園、家計学園の事件で明らかになったんですよ。で、これなんか権力の圧倒的な仕事だと。で、こういう状況なんていうのかって、これね、つい、短く取られるんですよ。小沢スジローという最後の映画で、サンママージックの中で、ね、最後から生き延びてきた上級となる、これ、ルーチ主演で、加藤大輔が、この動画だったら、これ、いや、まあ、戦争を上げてよかったな、なんていうふうにルーチ主演が言うと、いや、もし帰ってたらね、我々ニューヨークで今のことしませんって大きな顔してやってんですよとか言って、パパパパパパパッと規制を上げるんですね。僕らは全然良かったと。で、だけど、今週のネタの方が受けてよかったかもしれないよ。加藤大輔からしっかりと、そういや、おしゃばってのは悪い奴らだけでしたね。戦争ってそういうやつなんですよ。それで今の官邸が何やってるか、権力の圧倒的な私物化でしょ。で、これが国民に戦争をやらせる国の実態なんだよ。だからね、そしてこれをね、昔だったら水戸黄門が出てきてね、こういうの全部開示してくる。で、ところがね、悪大官と共に開示されなくちゃいけない。悪大官のようなのはもう3年も4年も問題ありません。ここが出てきて、なおかつ、物を言う本部官僚、徹底的に裏から汚い手を使って、引き返そうとしてる。で、本当にね、見どころを持って、昔からやってるのが、日本マンションを私見たんですよ。大体の方が、全部そういう悪大官僚。最後に、本部の民生活するっていう。ところが、今、その陰謀論は官邸が持ってる。それでメディアも出なさい。だから、我々には後がないんです。ここで立ち上がりなかったらね、もう国は終わりです。では我々は国のために、国民のために頑張りましょう。で、学者であろうが何だろうが同じです。ということで、今日の参加団体、ぜひ参加をしてください。ぜひスタッフさん、どうもありがとうございました。それではお忙しい中、各界派閥の国会議員の方がお越しになっています。紹介いたします。民進党の有田芳生参議院議員です。お願いします。皆さんこんにちは。民進党参議院議員の有田芳生でございます。と同時に共同罪対策本部の本部長代理も務めさせていただいております。皆さん暑いですね。今年の夏は去年よりも暑くなると言われておりますけれども、同時に政治も燃えて燃えて、共謀罪廃案から安倍政権打倒の戦いに一緒に進めていこうではありませんか。皆さん今朝の新聞見ても安倍首相が戦後3番目の長期政権になったと報じられておりますけれども、同時に皆さん、安倍政権、最も大変な状況に陥っています。家計学園です。あとで吉良さんからも話があるでしょうけれども、家計学園の問題っていうのは、例えて言えば韓国の大統領がお友達と結びついてとんでもない出来事を起こした。そのことと質的には全く同じ疑惑にあります。皆さんご承知のように、核逆転問題というのは愛媛県今治市に日本獣医師会などが必要ないと言っている獣医学部を新たに新設する。しかも前川さんが前事務次官が語ったように、行政を歪めてまでお友達の学校を作ろうとしている。皆さん、今治っていうのは
タオルと造船の町です。そこに岡山の名前がついた獣医学部持ってきたので、一体どれだけの効果があるのかということが指摘をされております。無症状土地だけでも36億7500万円、さらには国家戦略特区でこれが決まってしまえば、愛媛県と今治市はなんと96億円お金出すって言うんですね。だけど新たに必要のない獣医学部を作ったって、じゃあ果たして採算取れるのかといえば、地元の市民団体の皆さん方が計算をしましたけれども、元が取れるまでには300年かかる。それも元が取れるかどうかも分からないものを作ろうとしている、こんな私物化のような日本の政治、今こそ皆さんと一緒に終わらせようではありませんか。そしてもう一つ、共謀罪の問題です。明日から参議院で審議が始まります。あさっては私も安倍首相を含めて参議院法務委員会で53分間質問をいたしますけれども、ポイントは2つ。刑法の体系が根本的に崩される。同時に皆さん方も一緒にメールとか携帯電話とか、あるいは街を歩いていても尾行がつくとか、そういう監視社会を作ろうというのがこの強行罪の本質にはかなりません。エドワード・スノーデンが明らかにしたように、2013年に日本政府はアメリカの国家安全保障局からソフトをどんなものをもらったかというと、例えば皆さんいろんな方がいらっしゃいますけれども、例えば安倍晋三という人、一体どんなメールのやり取りをしているんだろうかと調べようと思えば、そのソフトに安倍晋三と入れれば、安倍さんが出したメール、あるいはもらったメール、それがずらーっと出てくるんです。そういう社会をこれから作ろうという共謀罪、何してでも廃案に持ち込もうではありませんか。皆さん、国会の会期は6月18日までです。あとわずかです。明日から共謀罪は審議に入りますけれども、参議院法務委員会の日程はあと6回しかありません。そのうち1回は参考人招致をやりますから、安倍政権だと加計学園の疑惑解明の戦いと結びつけることができるならば、共謀罪を廃案に持ち込むことは十分可能です。皆さん、残された時間を一緒に戦おうではありませんか。私たち野党は民進党、そして共産党、社民党、自由党など国会でこれからも全力を尽くして戦っていきますけれども、残念ながら数の力では負けてしまいます。共謀罪について言っても、衆議院での審議は30時間で可決すればいいなんて誰がそんなこと決めたんですか。勝手に与党が決めてる話です。そしてそのような流れとして、衆議院でも参議院でも衆議院の6割の審議をすれば強行採決をするという動きがありますけれども、私たち野党は全力を尽くしていきますので、それを支える力は皆さん方のこうした活動には他なりません。10年前に強行罪が廃案になった時、世論調査では 64% の人たちが今国会で成立させる必要はないという、そういう意思を表明しました。同時に今回の強行罪をめぐっての世論調査でも、同じぐらいの人たちが今国会の成立は必要ない、そのように答えております。どうか皆さん、強行罪廃案の戦いを安倍政権の退陣の戦いと結びつけて、一緒に新しい社会を作っていこうではありませんか。私たちも民進党として、共産党、他の野党とともに手を携え上げながら、全力を尽くして日本の政治を変えるために戦ってまいりますので、これからも一緒に進んでまいりましょう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。安倍晋三さんでした。ありがとうございます。それでは続きまして、日本共産党参議院議員の平良敏子さんです。お願いします。習近平記ご利用の皆さん、またお集まりの皆さん、
は。ただいまご紹介いただきました私、本日は参考ここ東京選挙区選出の参議院議員喜良よし子でございます。よろしくお願いいたします。私は2013年ここ参議院選挙に行って国民の声がまっすぐ届く民主主義の政治を実現したいと皆さんに訴えて国会に送り出していただきました。しかしそれから4年、目の前で出てきた安倍政権の政治はどうでしょうか。秘密保護法、戦争法、強行採決、暴走政治のオンパレードです。先週も衆議院で共謀罪の強行採決が行われました。委員会で採決動議の声も聞こえない、委員長の声も聞こえない、速記録に採決の字が入らないような強行採決の場面を私は何度国会で目にすればいいのでしょう。悔しくて悔しくてしょうがない。こんな民主主義の身の内もわからないような安倍政権はもう打倒するしかないのではないでしょうか。何より共謀罪そのものが民主主義破壊の法案であることは明らかです。なのでそれがテロの準備の下火なのか花火なのか、ビールを持っているかどうかのような外見で判断できるものではありません。結局内心を処罰するためには、内心である合意や相談を処罰するためには日頃の市民の行動の監視が必要なんです。盗聴、密告、何でもありの監視社会、この家で社会が作られてしまう。原発が嫌でも子供が保育園に入れなくても親の介護が大変でも政府に何も言わずに黙って従えとでも言うのでしょうか。国連からも暴力法は強行採決したら日本は民主主義国家ではないということを世界に公言するようなものだと言われている。こんな民主主義の根幹を覆すような強行罪、何としても葬り去ろうではありませんか。いよいよ明日から参議院で審議となります。先ほどありましたが会期末は6月18日、もう1ヶ月を切っている。だとするならば会期内成立、何としても阻止しましょう。何としてもこの共謀罪廃案へと追い込んでいこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。何よりも政府与党は共謀罪などの法案審議している場合ではないはずです。第二の森友、あの武学園の疑惑はどうなったのか。愛媛県今治市の総理のお友達の武氏が経営する武学園の獣医学部を新設する、その特区を認める過程で武学園ありきの規制緩和だ、総理の意向があったとされる文書が明らかになりました。菅官房長官はその文書を怪文書などと言っていましたが、前川前文部科学事務次官、事務方のトップのやっていた方が記者会見であの資料は本物だと証言したではないですか。総理はこの問題について言われたとき、もし私が関わっていたならば責任を取るとおっしゃっていた。というのにこうした総理の意向で特区が作られ、お友達の家計学園が獣医学部が設置された、そんな国政の私物化が事実だとするならば絶対に許しておくわけにはいかないのではないでしょうか。菅官房長官は今になって前川氏の個人攻撃に徹していますが、一方で前川氏はどうでしょう。民主主義国家において政治の意思決定の場で何があったか明らかにする、国民が知るのは当然のことと言って行政が委ねられたと告発しているんです。その決死の告発と個人攻撃にひた走る政
ね、官邸とどちらが信用できるかは明らかなのではないでしょうか。もしそれでも文句があるというならば、証人喚問にも出ると言っている前川氏をすぐにでも国会に呼んで真相究明徹底追及しようではありませんか。ぜひとも皆さん、このためにも力を合わせましょう。何より問題は、私物化しているのは森友学園、加計学園の問題だけではなく、国家行政全部を私物化している安倍政権の問題なんです。だって安倍首相、改憲発言まで行いました。そもそも憲法尊重擁護義務を持つ総理大臣が改憲を期限を切って求めるなんて言語道断、モラル崩壊、権力の横暴に過ぎないのではないでしょうか。こんな憲法違反のやり方、日本という国を私物化するような安倍政権の政治、これ以上泳がしておくわけにはまいりません。何としても力を合わせて安倍政権に一刻も早くお引き取り願いましょう。そして私たち市民と、そして野党と力を合わせて、国家の私物化なんか許さない、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、今の憲法の理想実現できる政治こそ、みんなで一緒に作っていこうではありませんか。私たち日本共産党もそのために力を合わせる決意を申し上げまして、この場での訴えとさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。キラヨシコさんでした。ありがとうございました。それでは皆さんにお願いです。通路の確保をよろしくお願いします。またですね、小田急の花区のデッキ上でも署名やっています。京王デパートの前でもやっていますので、ぜひ署名のご協力にもよろしくお願いします。それでは続きまして、安保法制に反対するママの会アット東京の小川佳代子さんです。お願いします。こんにちは、新宿の皆さん、日曜日の昼間にちょっとお騒がせしますけれども、ぜひ聞いてください。暑い中皆さん集まりいただきました。お疲れ様です。頑張りましょう。皆さんちゃんとお伝えてください。はい、衆議院でテロ等準備罪がまたしても強引で数の数で潰されましたね。イギリスではまた悲しいことが起き、8歳の少女も犠牲になりました。イギリスにも凶暴罪はありますが、この痛ましい事件を防ぐことはできませんでした。だからテロを撲滅するためにテロとの戦いをするんだと、これまで代々勇ましいアメリカの指導者たちが言ってきました。日本の代表者はこれほどのように隣で首を折る姿をテレビで私たちに見せるだけでした。でも私たちはテロへの備えは戦闘機なんかじゃできないと知っています。むしろ戦闘行為がまたさらに新たなテロを生んでるんじゃないかということに気がついています。目の前で家族が殺され、街が破壊され、孤独になって行き場を失いグループに誘われる、そんな構造を大人の皆さん、私たちも知っているはずです。その子の家族を殺させたのは誰でしょうか。例えばその爆弾を作るために投資をしているのはどこの国の誰のお金でしょうか。苦しむのは子供たちだけではありません。そうとは知らずに戦争に加担してしまった若い兵士たちもです。テロリストは僕だったと言って語ってくれている退役軍人の若い人たちもいます。どうか彼らの声に耳を傾けてください。彼らもまた苦しめられていたか、結果誰が幸せになったんでしょう、誰が潤っているんでしょう。その愚かな行為に日本の国も負担することになったのは去年のことでした。テロとの本当の戦いは爆弾と孤独の戦いだと思います。武器になるものは食べ物を作るための血圧、土地、学ぶための紙とペン、それを買うための仕事です。政治家の皆さんは本当は分かっていらっしゃるはずです。世界の人々から信頼されていた頃の日本にはできたことでした。美しい国を目指す政治家の皆さんにはなぜそれができないでしょう。
が飛んでくる。隣はとんでもないならず者国家だぞ。テレビを使っておられるからといって、私たち市民が会ったこともない国民の人たちの憎しみに対象に、国民の人たちを憎しみの対象にする理由があるでしょうか。私の若い時の話をさせてください。私がまだまだ若かった時、昔フィリピンという国に訪れました。小さな村でした。そこには日本人のグループが来たのが珍しいのか、小さな子供たちがたくさん集まってきました。目をキラキラ輝かせて集まってきました。大人たちも珍しそうに少し照れながら飛び込んで近くに送ってくれました。そこからその中で子供たちの様子がいることを知ると、おばあちゃんたちは怯えて家の中に隠れてしまいました。今でもおばあちゃんたちは国民の声を自由を封じ、フィリピンには日本語を覚えている高齢者の方がいらっしゃいます。そして山の上の山岳民族のおばあちゃんが私に日本兵にどんなことをされたのかを私は伝えました。それは耳を塞げていただけるような本当に魂しい苦しいお話でした。そしてでも優しい日本の兵隊さんもいたよと言って日本の歌を歌ってくれました。そうそう、あれもあるねと言って君が言おうと言いました。私が泣きながら、おばあちゃんごめんなさい、その歌を聴きたくないと言うと、おばあちゃんはお嬢さん泣かないで、あなたのせいじゃないよ、あなたが生まれるずっと前のこと、あなたのせいじゃないと言って優しく私の背中を何度も撫でてくれました。あなたが自分を責めることは何もない、だけどただ一つ約束してほしい、もう二度と繰り返さないこと、そう言ってくれました。私がここにいるのはママだからではありません。この地球で生きる何の力もない一人のものだからです。私はこの国が大好きです。今日の作るおにぎりや味噌汁が私を作ってくれました。この当たり前の平和がどれだけ素晴らしいことか、この国に生きているから感じられることです。私はそれをあの子供たちに、さらにその子供たちにも伝えていきたいと思っています。その財産として渡してやりたいと思います。政治家としてお金をもらっている人たちにはちゃんと外交してほしいと思います。市民同士がそれに巻き込まれて会ったこともないのに嫌い合うなんておかしなことです。私だって手は怖いです。我が子が巻き込まれて犠牲になったら私が気が狂ってしまうでしょう。犯人を狙う、憎むでしょう。だから備えが必要であるという気持ちもよくわかります。しかし残念ながらここで皆さんが説明してくださっているように、今回のテロという状態は嘘だらけです。もしもこれがテロ対策だとしてもテロへの準備は必要かもしれませんが、今の政権ではダメです。とても悲しくて残念なことですが、私は今の政権の措置を信用することができません。毎回丁寧に説明していくと言いながらの強行採決は本当に残念なことですが、私は彼らを全く信頼できないんです。信頼してほしいなら強行採決なんかしないでください。どうせまたそうするんだろうと思ってしまいます。少なくとも私はそう思ってしまいます。民主主義で選ばれたとおっしゃるなら、民主主義を壊さず子供たちにまともな議会の様子を見せてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、あ、すいません、皆さんにお願いです。この小田急の中にもたくさんの、仲間の皆さんが入っているんですけれども、日差しもそんなに強くないので、ぜひ外に出てきていただいて、こちらまだ空いていますので、この中にいる方は、もうちょっと前にいて、はい、ここ空いてますよということで、中に入っていらっしゃる方、今日そんなに日差しもないので外に出てきても大丈夫なので、どうぞどうぞ出てきてください。こちら前も空いていますので、全て、どんどんこちらの方に出てきてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、エキタスの若者の方です。永田さんです。お願いします。よろしくお願いします。こんにちは、エキタスの永田聡真です。普段は大学で様々なことを勉強しながら活動しています。僕が参加するエキタスでは最低賃金1500円や労働環境改善の要求など、主に労働や生活という分野で活動しています。労働という観点から考えても、今回衆議院を通過し参議院へと持ち込まれようとしている共謀罪は危険な法案です。
標本材は労働組合の活動を一新させるものです。これは労働組合や労働者が自由な言論や活動を行うことを監視し抑圧するものです。組織集団に少しでも疑いがあろうものなら捜査対象とされる可能性があります。この組織集団という定義においても労働組合は例外であり、例外ではありません。労働組合が潰されていけば現在の劣悪な労働環境はさらに悪化していく可能性があります。このように共謀罪は私たちの生活に密接に結びついている労働という側面によって危険なものなのです。共謀罪をめぐる政府の答弁は本当にひどいものでした。金田法務大臣は花見であればビールや弁当を持っているのに対し、犯罪行為の下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているという外的事情があり得ると答弁しました。この答弁通りに共謀罪が使われればスマホを持った人間は捕まってしまいます。このような答弁や二転三転する発言は私たちをバカにしていると言います。また政府はむちゃくちゃな答弁にもかかわらず国民の大多数の支持を得たと言いました。データを見ればすぐ分かる事実であるのにそのように彼ら彼女らは言います。このように一連の政権側の主張を見てみると私たちが普段から使う言葉というものが誤解されているということが分かります。この言葉の誤解というものは共謀罪の答弁にかかわらず政権の全てにおいて当てはまります。政権は大学授業料を無償化し卒業後の多くは無償化であって学生ローンではないと言っています。また自衛隊が違憲であると多くの教科書に書いてあるとは別所も言いましたが、違憲であると断定的に書いた教科書はないと文科省も言っています。要するに彼ら彼女らはこのような言葉の誤解を行い嘘をつき続け政権を運営しているのです。このような現状に対して僕は怒りを感じます。政権は私たちの生活や声などを顧みず自分たちがその中枢にいることに躍起になっています。立憲主義を守る、普通に暮らしたいという声を聞く、嘘をつかない、このような基本的なことを守らず彼らは暴虐を尽くしているのです。今現在自分たちが良ければいいと思っているのでしょうか。しかしその一方で私たちの未来は奪われ始めています。自由に物を言えない社会、長時間労働、低賃金に使われ果てる社会に未来はあるのでしょうか。希望はあるのでしょうか。僕はこのような状態を保持する現政権には理想というものが抜け落ちているように感じます。理想がないのです。現実は変わらないと言い続け絶望するためだけに私たちは生きてきたのでしょうか。僕はそう思わない。生きる人たちが幸福を追求しながら生きていく権利があるはずです。健康で文化的な最低限度の生活をする権利があるはずです。立憲主義や経済にデモクラシーのある政治運営が前提であるはずなのです。政治家が政権の中枢にしがみつき甘い汁を吸いながら今の自分さえ良ければいいという態度を取る社会ではなく、全ての人々が権利を持ちながらそれぞれの理想へと向かって歩き出すことができる社会こそが本当に必要な社会であるはずです。この状況が保障されていない現在、それを勝ち取るために私たちはさらに大きな声を上げなければなりません。私たちエキタスはそもそも時間やお金を手に入れ心の余裕を作ることも目標にしています。心の余裕がない人は他者に攻撃的になってしまう。心の余裕がない人は言いたいことがあっても人々の生活に、日々の生活に追われてしまう。お金や時間がなければそもそも声を上げることができない状況が生まれてしまうのです。私たちの活動がもっと進んでいけば社会についてもっと考えることや言いたいことが言えるようになると僕は考えます。そのような観点からも労働運動と市民運動はつながっています。労働運動と市民運動が共に声を上げ院外の政治を院内の政治に持ち込む、この動きが今の理想のない社会を変える一つの動きになると僕は考えています。実際に反原発の運動は原発を一時的に停止させ、反差別の運動はヘイトスピーチ規制法を生み出し、反安保の運動は9条改正になればもっと反対運動が広がることを示しました。デモや運動全般に対しては意味がないという人々はいますが、そのような側面をちゃんと考えていっているのが疑問です。私たちはこのような運動を続けていくことで院内の政治に対して声を届けていきましょう。そしてそれぞれの理想を追求できる社会を築きましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の風の参議院議員伊波洋一さんです。お願いします。はい、さあ皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の伊波洋一です。明日から本会議、明日の本会議で共謀罪法案が参議院に上呈されるわけですけれども、沖縄の風は糸勝
しながらですね、今の問題、今後は繁栄のために頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、憲法改正からですね、ナチスの敵地を守るべきだということが総理から言われましたが、まさにこの共同体法案というのは、これから安倍政権が目指しているのは日本の他の統制ということだろうと思います。いわゆる国を黙らせるためのですね、法案に間違いないということを感じております。沖縄では皆さんも言うとおりに、あっちこっちで基地建設が行われております。高江、広島、それから宮古島、石垣島、与那国島、私たちの知らないところでですね、戦争への歩みというものが始まっております。で、そのことを気づいた時にですね、国民が期待していた時に、それをやはり取り締まっていくと、こういうようなことの大きな意図があるということを非常によく分かっています。やはり、両国憲法をですね、守り続けたこの戦後の72年、そこから脱してですね、戦争の国を国家にしていくというのが、今の安倍政権の一番のアミッション、一番の考えではないでしょうか。そのための、憲法改正ということだと思いますね。で、先日、国連人権委員会の特別法、報告人の方から、この共同体法案に対して、個人のプライバシー、いわゆるその個人の監視につながるのではないかという指摘があり、そしてその詳細について、日本政府に報告を求めました。それに対して、菅官房長官は、個人の資格の特別報告者が、このようなことを言っているけども、これは国連の見解ではないということで、抗議をしたということですね。とてもない勘違いなんですね。そもそもそういうことをしっかりと、国連関係規約に即して、そのことが説明できる義務が、説明する義務がですね、日本政府にあるんだということを指摘しているわけです。国会の場でもそれのことをほとんどしないとですね、いわゆる条約、いわゆるその、今回テロとは関係ない法案、条約をですね、テロを交えて、テロのために必要なんだと、そういうことをですね、マフィアのため の条約をですね、それを、テロのために必要なんだと、全く国民をごまかして作っているということ自体がですね、おかしい話だと思います。私はやはり、今の政府が私たち国民の場合に立っているのではなくて、常にあるので公開しています。そういう日本を作るという、そういうことにつながっていくんだろうと思います。先ほど、国内のですね、子どもの教育を紹介しまして、そもそも国連人権規約は1979年にですね、この高等学校の高等教育の紹介をきちんとして規約として行ったんですけども、日本はそれを支持するときに、その高等教育の無償化を流布したんです。流布しましたし、それから働く権利としての移民のストライキ、あるいは、その休日の本来は割増し賃金を払うべきものをこれも流布して、今になって憲法改正の一つの口実として、教育無償化を打ち出しております。マダガスカルと日本だけがですね、この高等教育の無償化を流布しているんだというのはですね、国がいかに国を代表していないか、今や大学卒業するまで、大学の卒業するためには800万人と呼ばれる社会をですね、奨学金という名の社会に抱えて卒業するためにない、こういう社会にしてもですね、今回は国の条約というように、国の条約が求めるからこれはやらなきゃいけないというんだったら、1979年の時点でですね、大学教育の無償化を実現するだったと思うんですね。それに対して自分たちの都合いい時だけこういうものを打ち出していくと。ですからやはり今のですね、私も去年の7月から国会に来ておりますけども、国会答弁も聞いてましたのですが、明けることがどんどん行われて、そしてそのことに対してただですね、私たちがこの怒りが足りないということを言いますけども、やはり私たちの怒りこそですね、政府を変えていくということだと思いますし、沖縄も怒っておりますが、全国の皆さん怒りましょう、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。平井大一さんでした。ありがとうございました。それでは続きまして、ジャーナリストの佐坂誠さんです。お願いします。こんにちは。
私はあの官僚はあまり見たことはありませんけれども、あの前川さんが覚悟を決めて告発した。それに対して杉官房長官は地位に連々とした人だ。前こそがそうだ。安倍と菅は一緒に引け。本当に安倍が残念ながら首相最長何年か、私たちは恥ずかしい思いをさらに続けなきゃならない。大体税金で雇っている秘書が5人もいる、ついている夫人、安倍昭恵が詩人である、詩人であるという、その詩人である、公人と詩人の区別がつかない、安倍晋三に、その率いる内閣に、一般人には呼ばないんだという強硬罪、一般人と一般人でない区別がつくはずがないではありませんか。皆さん、そして自民党があんまりひどくて、自民党にだけというか、自民党にさまざまな非難が集まっておりますけれども、あれにくっついている政党があるわけです。公明党という政党です。腐敗を撲滅するとかクリーンだとか言ってるけれども、大体公明党はそうでない、そのグリーンに濁点がついている、そのグリーンと結託しているのが小池知事ではありませんか。騙されない、小池にも騙されない。大体やっぱり公明党がね、本当にとんでもないことになっている、そして自民党の失点を助けているということだろうと思います。やっぱり皆さん方が掲げるプラカード、本当にいろんな知恵が詰まっている。何度も申し上げますけれども、あえてまた申し上げます。自民党に天罰を、公明党に仏罰を。以上、佐竹さん、どうもありがとうございました。ご参加の皆さんにお願いです。黄色いテープの中にぜひ入ってください。お願いします。それでは続きまして、作家の落合恵子さんです。皆さん、こんにちは。若いって言っていただいて、でもそんな嬉しくないのよ。若い時屈辱にまみれてました。日本は若い女をバカにしてるんですよ。これもしっかり私たちのテーマですね。ありがとうございます。せっかく言っていただいたのに。佐竹さんも私も1945年敗戦の年の生まれです。同じ1月生まれです。つまり最後の最後の戦中派です。街の中に、例えば新宿の街に傷痍軍人の方々がいたことも、いろんなことを全部覚えている世代ではあります。さあ、言葉の勉強をしましょう。森友学園の鴨池さんを詩人として国会に呼び出した人たちが先ほどましたね。彼の夫人は詩人であるということによって国会に呼び出さないのです。そして事務方トップで、文科省の事務方トップであったところの前川さんが出ていくよと言っているのに関して呼ばないと拒否をしている。何を隠すためですか。何を隠蔽するためですか。私たちはしっかりこの嘘というもの、不公平、不公正、不誠実というものに対してもっと怒りませんか。私たちの誇りにかけて、私たちの次の子供たち、この場で次の子供たちの命と誇りにかけて、もう一度あがらなきゃならないの目ですよね。個人の思想女子を今まで介入して取り締まるという彼らが、彼らが一般人は 100% 関与しない、
それだけ嘘をつかれて何信じろって言うんでしょうか。そのうち一般人が全員丸ごとここに集まったら全員みんな捕まるかもしれませんね。捕まるなら何万人で捕まろうじゃないか。そしたら入れないのどこにもね、という気持ちもありますが、国連の非常任理事国に連連として入ったことなんですよ。入れてくれ入れてくれ入ってみたのに、なんですが、国連人権理事会が任命する報告者ジョセフ・ケナカチさんの今回の共謀罪あれは人権問題に関わるのだという公開書簡に関して全く無視をしている。この矛盾を私たちはどう考えたらいいのでしょうか。そして沖縄平和センターの山城博司さん、微罪です。微罪とも言えないような微罪でほぼ5ヶ月ですよ。共謀罪の予行演習したわけです。この国はそのことを私たちは忘れてはならないですね。そして岐阜県大垣市で風力発電に反対をする人たちの極めてプライベートなどこどこに入院してくまで調べて中部電力に報告したのは誰なのか、これが共謀罪なんですね。もうすでに始まっているということを私たちは忘れていてはならないです。国家が恣意的に共謀罪を使うとき私たちの人生なくなるんです。新宿の街楽しく歩くことだってもちろんできません。今から10分前新宿の前の野田区百貨店のところでコーヒー飲んでたよ。全部広がりを持ってしまうということを忘れてはならないです、ね、つまり先ほどもお話しされましたが、エドワー・スノーデンさんがおっしゃったあの言葉です。プライバシーは何のためにあるか、隠すためでもない、個人を守るためにプライバシーはあるのだというこの言葉を心に刻んでいきましょう。そして自民、公明、維新の会、賛成多数で共謀罪の法案を衆議院を通過させたこの政党の名前をしっかりもう一度心に刻みつけていきませんか。私たちの人生が彼らに収奪されるなんて我慢なりません。私たちは私たち自身なんです。その前に個人という自分を生きる権利、もう一つ加えると生き切る権利を持っているということを忘れずに心に刻みましょう。またちょっと火が出てきたからお水も飲みましょう。ありがとうございました。落合さんどうもありがとうございました。それでは続きまして、法律家団体から山田さとみさんです。お願いします。新宿駅をご利用の皆さん、またお集まりの皆さん、こんにちは。私は渋谷平等法律事務所の弁護士の山田さとみと申します。私はこのような目立つところでマイクを握って話すっていうことは緊張もしますし、今日も本当は立ち物のスーツの前に大体なんて思っている普通の若手弁護士です。ですが今日は共謀罪、これに反対するためにやっぱり何かしなくちゃという思いで今日日曜日の昼間この場所でマイクを握っています。
ニュースで大きく取り上げられています。現在アメリカやイギリス、フランス、ドイツ、こういう各国がイスラム国に対して空爆などの攻撃を加えています。イスラム国はアメリカを求めとする国で、有志連合国、つまりイスラム国に敵対している国々を従前だと呼んで、イスラム国をこういう国々を敵だとみなしてテロの標的にしているようです。イスラム国の国が国に攻撃を加えてくる国々を自分の敵なんだというふうにみなすことは思っています。そうなんだと思います。そうだとすれば、日本でテロを防ぐ方法としては、日本が他の国や他の組織から敵なんだと、日本は敵だというふうに見なされないようにする、つまりアメリカのやっている軍事攻撃に一切関わらない、このことが必要なのではないでしょうか。もちろんイスラム国を応援するわけにはありません。テロは絶対に許せません。しかしそもそも軍事的な攻撃を加えても復讐の連鎖を生むだけで、戦争やテロ、紛争はなくならないでしょう。軍事攻撃を加えることはテロを呼び寄せてしまうだけで、他に何もいいことはないんじゃないでしょうか。私は日本がイスラム国などと軍事的に敵対してしまうようになれば、つまり日本がアメリカなどと一緒になって海外での軍事攻撃に直接関わってしまったら、日本がテロの標的にされてしまうのではないかと、そういう不安がとっても大きくあるのです。日本でテロが起こらないように、日本はどこの国からも何を取らない、紛争を武力解除ではなく平和的な外交努力で解決する、そういう方針を日本は取るべきだと思います。では今日本がどういう立場でいるでしょうか。この数年安倍首相のもとで、日本も海外で戦争のできる国へ着実に近づいていってしまっています。閣議決定で集団的自衛権の行使を容認しました。安全保障関連法、いわゆる戦争法を作って、自衛隊がアメリカにくっついて海外での戦闘行為に加わることができるようになりました。また秘密保護法で情報公開ができる社会にしました。そして今回の共謀罪では、国民を監視する社会にしようとしています。共謀罪は犯罪が実際に行われる前の段階、犯罪を行おうとする合意、計画の段階で犯罪を行うものです。これを取り締まろうとすれば、犯罪の合意、計画という人々のコミュニケーションを監視、取り締まらなければなりません。共謀罪は海外で戦争する国づくりの一環として、国民を監視することができるようにする、そういう危険な法律だと思います。ということは、私先ほど海外で軍事的な攻撃で日本が加わったら、日本がテロの標的にされてしまうのではないかと言いました。共謀罪は戦争、海外で戦争する国づくりの全く法律のように、つまり日本が海外で戦争を行い恨みを買ってしまうことになる、逆にテロを呼び込むことになる、そういう法律だと言えるのではないでしょうか。私は日本が平和であってほしいと心から思っています。そういう一人としてテロを準備する共謀罪には絶対に反対です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは最後の発言となります、共謀罪の実行委員会の角田富夫さんです。お願いします。皆さん、暑い中ご苦労様です。この新宿の西口が結構混み合っているようですので、簡単に結論だけ述べさせていただきます。話し合うことが罪になる共謀罪を廃案に追い込むことは可能な情勢を私たちは作り出しています。最初4月下旬に衆議院を通過させるといった安倍政権の目論見は作りました。約1ヶ月
間審議が遅れています。私たちは残された会期末まで力を尽くして情報代法案を廃案に追い込むために全力を尽くしていこうではありませんか。そのことが私たちの結論であると考えています。今週の共謀だ法や廃案に向けての行動を提起したいと思います。明日29日月曜日衆議院本会議が開かれます。12時から13時議員会館前に集合し共謀罪廃案に向けて戦う野党と連携し共謀罪廃案の声を叩きつけていこうではありませんか。そして30日参議院法務委員会が開かれます。この日も12時から13時衆議院法務議員会館前で共謀罪廃案の行動を組みます。そちらにもぜひ参加してください。そして5月31日日比谷公園において共謀罪法案の廃案を求める市民の集いがあります。アムネシティやグリーンピースや総掛かりや共謀罪の実行委員会など13体主催の下で共謀罪に反対する NGO 市民団体が手を結び集会を開きます。この31日の日比谷野音集会にぜひ参加していただきたいと思います。6月1日夜総掛かり行動実行委員会と共謀罪の実行委員会も参加する夜と木曜の行動が行われます。18時30分からです。ぜひここにも全ての皆さんが参加されることを訴えたいと思います。この1週間共謀罪法案廃案に向けて全力を挙げて進みましょう。以上共謀罪の実行委員会